痛い。痛いっす、本当に痛いっす。俺今日着ぐるみのように着込んでるけど痛いっす。危ない下から来る、こう圧を与えるじゃん、はい、下からグーンと来るやつを変な方向で逃がさないよね。例えばグーンと跳ね返りはこっちも行っちゃったりとか、ね、体の下でスピードそれして次のスピードをつなげていく。これでみんなこれやってるんだもん、ね、前見せて。もう来週って決めたからもういいかな。今日最高です。今日入ってもいいですよ。だって何もプロテクターないから痛いですから。GS は大丈夫です。当たらなきゃいい。どう言われても当たっちゃうんだけどね。状態をもうちょっと、今こういう感じになってるんです。そこでほら、あそこつまずきそうになったじゃん。起こしといて、ただ膝と肘をうんと曲げていく。こうやって。そうするとバランスが取りやすい。頭出ちゃうとバランス取れなくなっちゃう。また。オッケー。膝肘前で。下。ああ手が下がんない。カール君手下げない、手下げない。もっと高くしてきてみ。こうやって滑ってる。まだ進化してない。原人状態になってるから。